はい、どうもプラでございます。今回もやっていきます。ちょっということで、今回はですね、アスカが乗ってるんだよ激ムズの方ですね、こちら星3の方をやりました。でこれまず最初の動画はですね、多分失敗してると思うんで、まあ多分クリアはできるんですけども、まあ個人的にあんまりうまくいかなかった方をちょっとね、先にご覧いただきたいなと思います。多分途中で、あれですね、ムートとサナダの方がね一気に倒れてるところで多分切れちゃうと思うんですけども、まあそれまで、あれですね、こちら、バルディエルですね、今回のボスが、こちらがですね、遠方範囲なんで中に入っちゃえば、あとはウサギンとかね、こちらの方か取り巻きをなんとかですね、立ち出せば、あとは懐に入って攻撃すればいいだけの話なんですけども、もうちょっとですね、ちょっと HP 高くて、まあ、マキシノムとかがね、積んであればよかったのかなとちょっと思ってたんですけども、まあちょっとね、今回これでもいけるのかなっていう感覚でね、やってみたんですけども、これダメだったっていうか、はい、ということで、こちらがですね、リベンジ戦ということで、こちらはなんとかね、うまくはいったのかなと思います。まあ、普通のね、戦法でやればね、まあ、いいんじゃないって思うんですけどもね、どうしてもやっぱりね、ちょっと楽をしたいなって思っちゃうんで。で、これさ、本当に懐入っちゃえばいいんですけども、まあ、これでね、うまく入るとね、まあ、大体ワンパンで倒れてしまうので、あとはウサギンが結構ちょっとめんどくさいんで、まあ、そこがなんとかね、ね、いいかなと思います。懐にね、入りたいけど、ウサギンが結構多いみたいな感じで。で、今回ね、なぜか知らないけど、貝をね、出しました。まあ、ニャンコンも4位としてね、貝の方を入れてあるんですけれども、とりあえず、まあ、なんとなく入れてみました。で、こんな感じで、うまくちゃんと中に入れればですね、ムートの方が攻撃できるんで、まあ、貝に関しては HP が高いんで、全然平気かななんて思ったんですけども、ね。まあ、あとはですね、これ途中から出てくるシャドウボクがかなりね、もう強くて、まあ、ちょっとね、具体的な数字はちょっとね、ちょっと今忘れちゃったんですけども、かなり結構ね、数値の方が高くて、結構倒すのがね、なかなか難しいっていう感じで、まあ、サナダがいればかなりちょっとね、楽かなーなんて思うんですけども、まあ、さっきでですね、まあ、ムートの方がやられてしまって、あともう少しで多分倒せるのかなーなんて思うんですけども、まあ、パオとかもできてね、あ、これ終わりましたと、こんな感じで、まあ、ご利用しみたいな感じで、こっからですね、こっからシャドウボクが結構厳しい。これサナダが倒れたら結構やばいかなと思ったんですけども、まあなんとかここで倒せたので終わりということで終わりでございます。またなんかね、やりましたらどこか見ていただければなと思います。ということで次回の動画でお会いしましょう。またね。